久保さん。あのー、今日ですね、ちょっと一つ悩みがありまして、あのー、今日、撮影しようかなと思ってたんですよ。まあ R34 を売る動画をね、しっかりちょっと作り込んで、まあ、かっこよく作ってやろうかなと思ったんですけど、まあなんせめんどくさいんですよ。<laughs> めんどくさい <laughs>。しかも、クソ、今日昼間クソ暑くて、いやー、当 撮影しんどいなみたいな。で、中でまた撮影して、駒いっぱい撮ってっていうのが、めんどくせえなーみたいな。腹減ったなみたいな。まあ、とりあえずラーメン食ってから考えようってってラーメン食ったら、もうなんか動けなくなって。いや、でも撮らんとあかんなと思って。 そうだ、画面キャプチャーで撮ろうっていうか、そうだ、写真俺撮ってきたから、そうだ、画面キャプチャーでいい感じの映えてる写真いっぱいあるんですよ、撮ってきたから。それをちょっとパソコンにこう映して、それを画面キャプチャーで説明しながらの動画撮ろうと思って、あの、まあ、結局そ,その形でやりました。結局、もうやっても、もう終わったんですけど、まあ、何が言いたいかっていうと、なんだろうな、 あれもできない。これもできない。これもしない。でもこれもやだ。あれもしない。え、何するんですかみたいな。それでどうやってなんか結果出すんですかっていう話で。なんか、まあ、妥協するとかね。ちょっときついなとかあると思うんですよ。だけど、これならできるなっていうのを探してやればいいと思うんですよ。うん、でもそれしないし、それすらしないんだったら、うん、何も変わらないよと。うん、なんだろうな。 例えば、その、うん、泳げないからプールに入らないじゃん。泳げなくても、とりあえずプールには入ってみようと。じゃあ、一歩できたな、と。なんか、うんまあ、伝えたいことは、やれないことを探すんじゃなくて、やれることを探すってことですね。うん、この状況下でもやれる。うんまあ、ちょっとめんどくさいわけですよ。で、めんどくさいでやらないわけじゃなく、この状況下でもなんか、いい方法ないかな。 あこれで撮れば結構いいんじゃないかなっていう。だからまあ結構ね、あの、R34 に関してはガチガチで編集しようかなと思ったんですけど、よくよく考えたんですよ。でよくよく考えて、別にその、その R34 の売る動画をかっこよく作ったところで、別に売り上げに全く関係ない。あんま、あんまり関係ないなと。 僕が本当にやらないといけないのは、しっかり商品を売っていくことなんで、コンテンツをね。R34 買うお客さんなんか、僕の、まず、この100再生にいないですか、多分。2000万払う人いないので。<laughs> まあ、その動画が何かでバズったらわかんないですけどね、キーワード入れてね。うん。ただまあ、結構その、ファン、なんだろうな、エンタメ的な要素。 うんまあ、僕のファンの方のエンタメ的な要素、僕のリーチで YouTube で売るっていうのは難しいことは分かってるんで、ただ、まあ、動画をの、売る前に動画を残しておきたいので、うん、だからまあ、あの、編集しなくても、まあ自分が、あの、負荷なく、負荷をかけないといけないのは僕はコンテンツビジネスなんで、そこはまあやらないといけないですけどね。うん。だからまあ、あの、やれる方法を探せばいいんじゃないかなというところですね。 やれない理由を言う前に、うん、やれる方法を探せということですね。言ってらっしゃい。